点ですもんね、はい、本当に良かったと思いますね、はい、この辺りは非常にさすがというピッチングでした。ビジターパフォーマンスシート、三塁側の2階部分に作られているこのビジター球団の応援シート、ジャイアンツファンも喜びを分かち合っています。引き分けを挟んでこれで5連勝です。マジック37。今ヒーローインタビュー菅野ですね、出てきました。放送席、それでは菅野投手に来ていただきました。まずは2桁10勝目おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日は立ち上がりからストレート、それから変化球、キレ申し分なかったと思うんですが、ご自身ではいかがでしたでしょうか。そうですね、結構ストレートでファール取りたりとか、まあ、今まで通り、まあ、しっかり立ち上がりだけ気をつけようということで、まあ、あとは、まあ、しぶとく粘れたと思います。次につながる投球がご自身ではできたなという感想でしょうか。そうですね、まだ通過点だと思ってますので、まあ、これから後半戦になって、クライマックスやったりとか日本シリーズだったり、そういったところでいいピッチングをしないといけないと思ってるんで、まあ、そういった意味では今日は、まあ、そういうところにつながるようなピッチングができたと思います。開幕からローテーションもしっかり守って、それからある程度長いイニングも毎回投げてのこの夏場ですが、体の状態いかがでしょう。そうですね、そんなに疲れてるっていう実感はないですけど、まあでも自分の中ではそういうものも力に変えて、これからも頑張っていけたらいいなと思います。ルーキーイヤーでまずはこの2桁10勝という数字はどう感じてますか。そうですね、ここまで勝てると思ってなかったですけど、まあでも、まあ、10勝勝てたっていうのは一つ、区切りになると思いますし、まあこれからもどんどん勝って、いけたらいいなと思います。ジャイアンツマジック点灯しましたし、これからも強いジャイアンツを見たいファンは菅野投手のピッチング楽しみにしてますよ。そうですね、まあ、そういった意味では、まあ、今日は、まあ、勝ちはしましたけど、そんなに褒められる内容ではないのかなと思うので、まあ、見てる人がもっともっと楽しめるようなピッチングをこれからも目指して頑張りたいと思います。これからも期待しています。はい、頑張ります。ありがとうございます。菅野投手でした。内容にはまだまだ納得はいっていないというような表情ですが、クライマックスシリーズ、日本シリーズというような言葉もね、インタビューの中で出てきましたね。さあ、小宮山悟さんの解説でお送りしてきました。このゲームを小宮山さんと一緒に